使徒パウロのコリントの教会への手紙。皆さん、あなた方は神の建物なのです。私は神からいただいた恵みによって、熟練した建築家のように土台を据えました。そして、他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えられることはできません。あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。神の御言葉。私は選び、聖なるものとした。ここにいつまでも私の名をとどめるために。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ヨハネによる福音。ユダヤ人の過ぎ越し祭が近づいたので、
イエスはイエルサレムへ登って行かれた。そして、神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って、両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金を撒き散らし、その代を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くす。と書いてあるのを思い出した。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからには、どんな印を私たちに見せるつもりか、と言った。イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよう。三日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは三日で建て直すのか、と言った。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活されたとき、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉とを信じた。主の御言葉。キリストに賛美。